プリンタのインクを使って三原色織り染めをやってみました。用紙は腰のある半紙を使っています。まず半紙を屏風織りにします。これを縦方向にまた四角く屏風織りにします。これが四角織りです。次に三角織りです。半紙を屏風織りにしたら端から直角三角形を折っていきます。端を折り込んで輪ゴムで留めます。次は正三角形折りです。小学3年生の算数の教科書に出てくる正三角形の折り方を使っています。これで60度ができましたから、この線に平行に折っていきます。小学校低学年にはちょっと難しいでしょう。60度になっていますから、端から折り返していくと正三角形ができていきます。プリンターのインクは手につくと落とすことがなかなかできないので、手袋を履いて染めていきます。卵パックにまず水を入れます。そこに100円ショップで買ったイエロー、シアン、マゼンタのインクを入れます。この3つで全ての色を作ることができます。ここではマゼンタと赤、紫、黄色を使って、緑も作っています。あと、シアンですね。シアンを入れて、これで紫、シアン、緑ができました。ここに先ほど折った、半紙を浸していきます。そうするとインクを吸い上げて染まっていきます。卵パックは角を染めるのには適していますが、辺の部分を染めるのは難しいので、平たい容器にインクを溶いてやってみてください。乾いてから開いても良いのですが、すぐに開く場合はキッチンペーパーなどでしっかりと水気を取ってください。開くとき破れやすいので、そーっと優しく開いてください。これが四角織りです。
次は三角折りです。正三角形折りです。開くと六角形の模様ができています。こちらも正三角形折りです。新聞紙などの平らなものの上に置いて乾かしますが、急ぐ場合にはアイロンをかけてください。やけどに注意をしてください。これで出来上がりです。ブックカバーなどにして使ってみてください。